が起きた。彼が持っていた缶が爆発。実際乗客9人がこの爆発で手などに火傷の症状を訴え病院に搬送された。それにしてもなぜ女性の持ち帰った洗剤がこれほどの大爆発を起こしたのか。実は持ち帰った洗剤は pH が高めのアルカリ性洗剤。 pH が8から11以下のものは弱アルカリ性洗剤、そして11を超えるものをアルカリ性洗剤と呼ぶ。数値が上がるほどその洗浄力は高くなる。このアルカリ性の洗剤はアルミ缶を溶かす性質を持っている。そして溶かす際に化学反応で水素ガスを発生。この水素で缶の内部の圧力が高まり爆発に至ったのだ。これはアルカリ性洗剤とアルミ缶を使った実験映像。短時間で結果が出やすいようにアルミ缶内部に傷をつける。アルカリ性洗剤を入れ蓋をすると、なんと45分後缶が破裂。中のアルカリ性洗剤が飛び散った。しかもアルカリ性洗剤はすぐ洗い流さないと大変なことに。皮膚に接触すると皮膚の中のタンパク質を溶かし浸透しながら深部組織まで達して火傷のような炎症を引き起こす。乗客が火傷のような症状を訴えたのはこのためである。 pH の高いアルカリ性洗剤